大英博物館は、イギリス・ロンドンのカム・デンクにある博物館である。世界最大の博物館の一つで、古今東西の美術品や、書籍や略奪品など、約800万点が収蔵されている。収蔵品は、美術品や書籍の他に、考古学的な遺物、標本、工貨や、オルゴールなどの工芸品、世界各地の民族史料など多岐にわたる。 ハンス・スローン大英博物館の起源は、アイザック・ニュートンの後を継いで王立協会会長を務め、古美術収集家として知られたハンス・スローンの収集品に遡る。スローンは遺言で、政府が博物館を建設するとの条件の下で、自身が収集した蔵書、趣向、版画、効果、印象など8万点を、イギリス政府に優勝で寄贈することを指示した。 関在人たちはイギリス議会に働きかけ、議会はすでに国に所有されていたコットン蔵書と売りに出されていたハーレー蔵書を合わせて収容する博物館を設立することを決定した。博物館の設立には宝くじ売り上げが当てられることになり、1753年に博物館法によって設立され、一般向けには1759年1月15日に開館した。 初代館長は著名な医師で発明家でもあったゴー・ウィン・ナイト。当初はモンタギュー・ハウスで開設していたが、展示品が増えるにつれて手狭になり、1823年にジョージ四世が父親から相続した蔵書を寄贈したことが契機となって、キングズ・ライブラリーが増設された。1857年には六代目館長アントニオ・パニッツィの下で、 現在も大英博物館を象徴する建造物となっている円形閲覧室が中庭の中央部に建設された。しかし収蔵品の増加に追いつかないため、1881年に自然史関係の収集物を独立させた自然史博物館がサウスケンジントンに文館として設立された。円形閲覧室のパノラマ写真1973年には、 図書部門がロンドン国立中央図書館等と機能的に統合されて大英図書館となり1997年に書庫と図書館機能は完全に独立しセントパンクラスの大英図書館新館に移った旧大英博物館図書館は書庫を取り払って円形閲覧室のみを残し現在は博物館の各室をつなぐ自由通路でありミュージアムショップや料理店を付設する 屋根付きの中庭とされている。また、館に収蔵されている美術品や書籍などのうち展示されていないものも事前予約をすれば実際に見ることができるスチューデントルームと呼ばれる部屋が館内に数箇所ある。大英博物館の収蔵品は多くが個人の収集家の寄贈によるものである。また、創設以来1970年代の3ヶ月間を除き、 入場料は無料である。2018から2019会計年度の収入は7900万ポンド以上で、その大半は政府からの助成金であり、ついで非営利事業、営利事業の収入、企業、個人、財団等からの寄付がある。大英博物館は国家機関に準じてはいるが、1963年の大英博物館法、また百九十二年の博物館、 美術館法により規律されている。大英博物館は25人の理事からなる理事会によって運営されている。大英博物館長と水道館は理事会によって任命される。世界中の博物館との連携による巡回展計画や国際訓練プログラムがある。四棟からなる館全体の設計者はロバート・スマーク。ギリシャの神殿の柱を模した柱と、 ペディメントがある。クレートコート中庭にあたる、クレートコートはガラス天井を持つ、ヨーロッパ最大の屋根付き広場である。フォースターパートナーズのノーマン・フォスターによって、設計され、2000年にオープンした、展示面積5万7千平方メートル。収蔵品には、大英帝国時代の植民地から持ち込まれたものも多く、そのほとんどが独立した現在では、文化財保護の観点や、 宗教的理由から国外持ち出しが到底許可されないような貴重な遺物も少なくない。パルテノンスキャンダル、大英博物館の略奪美術品などにも示されているが、しばしば収蔵品の返還運動も起こされている。このような事情にも絡み、イギリス国内においても泥棒博物館や強盗博物館などと批判する人は少なくない。一方で、 戦団などによる破損や管理されないための汚損、または盗難などから保護されること、さらに大英博物館に一堂に会したことで研究が進むという側面もある。例えばパルテノン神殿の彫刻については、13世紀に神殿がキリスト教の教会に改装された時点で、すでに散逸が始まっており、その後も継続的に手厚く保護されてきたわけではない。 ギリシャ政府にとっての文化財保護の観点は、比較的最近提起されたものであり、大英博物館による収集が、それまでの参逸に一定の歯止めをかけたとも言える。古代ギリシアの遺物の多くは白色であるが、かつては鮮やかな彩色が施されていた。劣化による脱色はもちろんだが、それ以上に1930年頃に行われた博物館職員の手による、 色の剥ぎ取りや、博物館のスポンサーの初代デュビーン男爵、ジョゼフデュビーンの指示により表面は削られ、色も剥ぎ取られてしまったものが多かった。近年になり、このことが公表され調査によって一部の遺物から、色素の痕跡が判明し CG などで再現する、試みも行われている。著名な所蔵品の画像を地域別に示す。ザ・ブリティッシュ・ミュージアム・ファクトシート。 2020年10月11日閲覧。ブリティッシュミュージアム、トゥアーズ2020ザ・ブリティッシュミュージアム、エス・トラテジー。2020年10月11日閲覧。A.B. つくだ彦氏、大英図書館所蔵科学誌、関連文献修正シリーズ1から3ザ、ヒストリー・オブ・サイエンス・テクノロジー1から3、マイクロフィルム版、関西大学図書館フォーラム第10号。 h t t p s o p a c r i b k a n s a i u a c j p スラッシュ。アクションイコールコモンダウンロードメインアップロード ID イコール5872020年10月24日閲覧大英博物館創立に寄与したハンススローンの胸像を台座から移動奴隷貿易との関与を問題し美術手帳 2020年10月24日閲覧。中村久し、観光コースでないロンドンイギリス2000年の歴史を、歩く公文献2014年、167ページ。ISBN 978から4から874985489。87 NHK 大英博物館121ページ。ザ・ブリティッシュミュージアム。 リポートアカウンツ4ザイヤーエンディド31マーチ20192020年10月24日閲覧 NHK 大英博物館1124から125ページ https www.britishmuseum.org.ourworkinternationalinternational ツーリング exhibitions.https www.brtishmuseum.org.our.work.international.international.training.program.hat.abc.architecture. i 大英博物館。2020年11月7日閲覧。グレートコート、大英博物館。2020年11月7日閲覧。諸外国の国立文化施設。文化庁国立文化施設等に関する検討会。 2020年11月7日閲覧。国立文化施設等に関する検討会。ハット NHK スペシャル。知られざる大英博物館。古代ギリシアの会作品名称。年代等の特定は、下記資料によった。ありがとうございます。